あとこちらもですね、結構今回、えー、面白いというかね、うん、なみなみさん、ありがとうです。えー、つゆりです。えっとね、えー、ステファンが、どんな、えー、プログラム、滑ったか知らなくて、と言ったショマ君に、ステファンが一言、四季一緒に滑ったでしょと、愛を込めて反論していたみたいですね。そう言われて、 アタフタしていたショマくんが本当にかわいい。いや、かわいいですね、これは。これはそこファンですよ。でもね、さっきあのツイッター見たら、この方のツイート見てくださいね。秘宝、宇野馬ランビエールコーチのプログラムを全く見たことがないと公式に認める <laughs>。ね、なんかそうらしいですよね。うん。そこファンですね。 やっちゃんやっちゃんさん、どうもです。かぶくん、解説ありがとうございます。えー、しょまくん、落ち着いていましたね。ひいきめもありますが、美しいアリアでした。うん、プログラム的にも息つく間もないジャンプがプログラムに入り込み、具合が えー、半端ないです、えー。まだまだ伸びしろがあり完成形ではないので、えー、シーズン楽しみにしています。楽しく滑っている翔馬くんは強いです、うん。今回フリースケーティング結構楽しんでるような感じしましたよね。僕も友達と一緒に見てましたけどもう恋に落ちてましたからね。本当に。もう見るたびに恋に落ちてしかも見るたびになんか魅力が増すって言ってましたからね。うんえー、陸王さん どうもです。翔馬くん、最後のステップに入った途端に鳥肌が立ちました、えー。それまでの応援する気持ちがどこか置き去りになり、なんていうのか放心状態になって見入ってしまいました、えー。技術的にはまだまだ伸びしろがあるけれども、翔馬くんの世界観はやはり特別で、私にとっては最高の人です。えー、インタビューやコメントで、そう君くんや他の後輩選手を称えるところは相変わらずで、 自分のことだけにとどまらず、えー、競技全体の向上に気を配るところが大人,大人になったんだなと考え深かったです。うん、そこなんですよね。そうだと思います。今季特にそう思ってて、さっきのポンってやったりね、宗うくんのこと、ポンってやったりとか、演技前にね、そういうこととかね、あ、演技終わったとか、そういったこととかね、やっぱ後輩、うん、素敵な先輩だなっていう、先輩というかね、思いますね。 うん、でもなんかそうたくんの振り付けがなんかちょっとしょうまくんに少し似てるかなってちょっと思ったんですよ僕勝手にね。うん。やっぱ振り付け師もね。えー、あ鈴木あじこさんとあとね、えー、みほこ先生の振り付けですからね。うん。えー、なみなみさん。えー、どうもです。 えとフルートモッチさんという方ですね。フルートモッチさん、皆さん知ってますかねフルートモッチさんという方がツイッターで、翔馬くんと、えー、パンダのお座り姿を並べているんですが、これまたそっくりという、微笑えましくて、思わず笑ってしまいました、えー。日曜の朝にふさわしい光景ですので、ぜひぜひ覗いてみてくださいということですよ。なるほど。うん、フルートモッチさんという方ですね。メダリストの会見の翔馬くん。 またまたそこファンだったみたいです。もうそこファンだらけらしいですよ。うん。ステファンコーチのことを聞かれていて、現役自体をあまり知らず、どんなプロを滑ってきたか知らなかったけれど、コーチになってもらったり、一緒にスローに出たりして、こんなに上手い人だったんだ、だったんだと。えっと。 面白いですね。会見の後、ステファンに、コラコラみたいに愛情たっぷりにいじられていましたけど、二人が戯れているのを見るだけで、いつのまにかにやけている自分がいます。いや、そうですよね。ちょっとこれは僕、本当にびっくりしましたね。いや、でも、そこファンかなと思いますね。ところで、ステファンとそこファンってちょっと似てますね。うん。えー、ピッコロさん、どうもです。えー、か君くん、ごめんよ。ちょっと前のミヤさんが返事をくれて、 自分のコメントが見,見つからずにここで返信をさせてください。え久しぶりにカブン君テレビでキャッチボールみたいなコメント返しをしたかったですが、サッカーは 下の小さなテレビで旦那が見て興奮中。私も気になるけどしょうがない。えー、体は一つ。あとのニュースでいいかなくらいだけど、フィギュアはライブで見たくて、リビングの大きな画面のテレビを、えー、占領して見てる状態です。あ、よかったですね。すいません。僕もサッカーちょっと今遠ざかっちゃってて、うんえー。ピッコロの家の中、興奮した人ばっかりで、うるさいよ。いや、僕もですね。うん、昨日ちょっとあの、今も、今もですけど、 あんまり大きな声で喋れるところにちょっといなくてですね、ちっちゃい子になってるんですけども、えー、さんも、翔馬くん優勝おめでとう。嬉しいですね。皆さんのおかげで、真央ちゃんのビヨンドのチケットと、あ、そういう、そういうことらしいですよ、皆さん。うん。あの、取れたということでよかったですね。ありがとう。えー、かぶくんテレビはカブくんはじめ、親切な人が多い。えー、このカブくんテレビのまま、かぶくんに惹かれて集まってきた、えー、特徴的な素敵なところで、特別で、ありがとうございます。 えー、うん。えー、ワ y ムさん、ありがとうございます。えー、かむさん、そうたくんの楽回りの方は、鈴木あ紀こさんの振り付けです。 えー、ショートプログラムのイエスタ言えばさっきからの持ち越しなんで、美保子先生の振り付けですね。えー、ソト君とのワンツーフィニッシュ。ジュリアの頃から応援しているファンには嬉しくて、えー、たまらない光景です。あの頃は二人は本当に切磋琢磨して感じで、でもファンは彼らを分け隔てなく応援してましたね、えー。ショーマ君のタイトルはもしかしたらフィリア男子を応援スタイルという意味で変えることになるかもしれません。 本当ですね。まあそうたくんねあのー、ちょっと申し訳なかったんですがここまで今季すごくなるなんてちょっと思ってなかったんでいやびっくりはしましたね。うん、えー、YM さんもう一茶です。 えー、シ馬くん素晴らしかったと思います。えー、前半はジャンプも含め、丁寧に後半はステップを中心に、エネルギッシュに今季に入ってから感情を乗せてっていう、シ馬くんの得意技があまりできなくできていなくて、でも今回は情感あふれる演技だったと思いますよ、僕も。だからなんか自分が、あの適量が自分になった気がするんですよね。まさにそのことだと思うんですよね。 うんえー、ステップでジャッジに向かって手を伸ばす振り付けの時の不敵な笑顔が素敵だった、えー、戦争や疫病や、えー、そんな世の不幸,の不幸に挑戦、えー、する神様の不敵な笑みそんな風に見えました、えー、今回翔馬くん試合始まる前にみんなでいい試合にしたいっておっしゃっていてこれはちょっとマーカーですよねみんなでいい試合にしたい うん、素敵な言葉ですね。6人とも本当にいい演技で、その通りになりましたしね。4回転時代になってから、稀に見る転倒の少ない試合だったと思います。あそうですよね。今回本当そう思います。男子はそうですよね。本当。アイショの時も思うんですが、シャーマくん、ご自分にもしっかりライトを当てて、でも周りのスケーターにもしっかりスポットライトが当たるようにできる。これはもって生まれた彼の才能だと思うんです。今回試合でありながら、それが発 それが彼の力なんて言ったらまたアンチさんに怒られそうですが後輩たちを萎縮させずのびのびと演技できる環境を作れるんではないかとなって思いました素敵なだから先輩だなってだから後輩たちも尊敬して、ね、ほんとすてな相互関係、ね、ほんとフィギュアの輪が広がってきますねうん えー、梶原さんどうもです。えー、カブ君グラビティのツイズル、好きでまさに、えー、ボレドの万歳の後、一緒、ハマっちゃいます。えー、ステファン万歳。うん。あ、そうですね。あのボレドの万歳、懐かしいですね。<laughs> うん。グラビティのツイズル、あの、デラシンとこ、すごく素敵ですよね。あの、本当に、僕もあそこ好きです、結構。うん。えー、アルキさん。 よろしくお願いします。どうもです。かぶくんおはようございます。結果してみたいないですが、男子はワンツーでしたね。うのくんは日本のエース、さすがです。えー、グランプリファイナル、初優勝おめでとうございます。えー、そうだくん、怪我でずっと悩まされて、なかなか結果が出せなかった中、本当に辛抱強く頑張ってきました。えー、身が結びましたね。本当に良かったです。うん、もう本当なんですよね。ずっとあって、あの、でも、 大きな手がしてね、2018年の、えー、7年か、ね、あの、ぴょんちゃん五輪の選考会ね、うん、絶望的でしたが、それでも次キへと生えて出てきてね、2回転でもやって、感動的でしたね。あれがあったから今につながったと思いますよ、僕。うん。あれがあったから高橋大輔さんは現役も、えー、復帰したし、うん。あの、本当ね、 いろんな感動を呼びましたよ本当カオ君3位の話だったんで、えー、表彰だと期待をしてしまいましたが、でもまだ始まったばかりです。えー、これからで、ね、そうですね。あのー、カオ君ん本当ですね、もう友達と見てましたけど、友達もまだまだ若いからね、うん。やっぱこの挑戦っていうのはやっぱり大事かなって思います、やっぱね。 うん、このリベンジは全日本で応援しています。シ君は6位から4位と頑張って、本当ですよね。本当すごかったですね、佐藤駿君もね。トリネは思い出の地ですね、えー、ジュリアングランプリファイナルで優勝をしたところ、シュン君もまだまだ伸びます。いや、そうですね。あの、本当佐藤駿君、あの時、本当すごかったですよね。うん、でも、今日も本当すごかったですよね。うん えー、マスミンさん、どうもです。イタリアの地に合わせたオペラ風の選曲も大正解でした。いや、本当ですね。うなしょうまくんの、えー、g 0メアトルのことかと思いますけどもね。うの選手、キャリアグランドスラム、あキャリアグランドスラム達成あ、なるほど。キャリアグランドスラムなんですね。うん。えー、達成でスーパースラムに追うてですね。おなるほど。この前がャキャリアグランドスラムってですね。おってことは、これはオリンピックで金取れば、 スーパースラムっていうことですね。うん。うん